歌舞伎俳優の松本幸四郎51と市川染五郎19が10日、東京都内で7月歌舞伎座公演夜の部、裏表対抗期7月1日から24日、取材会に出席した。豊臣秀吉の表とライバル明智光秀らの裏を巧みに織り交ぜた物語。 1981年に2代目市川猿王、三代目市川猿之助が初演して以来、43年ぶりに伝説の舞台が蘇る。孔志郎は驚きはありました。古典歌舞伎の演出を取り入れた新作歌舞伎。これから古典を上演していく上での一つのモデルになる。スケールとエネルギーと熱量を受け継いで今の時代の作品を作り上げると意気込んだ。 孔子郎は豊臣秀吉と鈴木北頭茂成と孫悟空の三役。染五郎は鈴木孫一と浮田秀家の二役で、劇中でも父孔子郎と親子を演じる。会場には孔子郎が主演している、鬼平犯科町を撮影した京都で撮った紛争、紛争、ポスターも展示。孔子郎は鬼平の撮影スタッフもびっくりしてました。孫悟空の姿で追っかけたりして楽しかったとエピソードも披露。 染五郎は居合わせなかったようで、いなかったからできた、という父に、染五郎は、いいと思いますと苦笑していた。7月昼の部は市川團十郎主演の星合瀬十三段で、幸四郎は、昼夜楽しんで、本心は絶対こっちが面白いと思うと対抗心をあらわにして笑わせた。